夏の終わりにね、全国的に大雨が降って、なんかただね、関東地方だけはスポッと抜けてなんか雨が降らへんいうことなんですけども、皆さんのバススポットでは、どういう状況でしょうか？はい、本当にね、朝夕が涼しくなって、非常に釣りやすい時期になってきましたけどね。皆さんは、気分よく釣りをなさってますか？本当にね、いい季節になってきたと思うんで、私は今まで以上にもう思いっきり釣ってやろうと思ってるんです。そうそう、いいですよね。釣れてるから暑さは今まで感じなかったでしょ。私なんか釣れなかったから、もう暑いだけで汗はかくしね。でもね、こんな私でも一日釣りが楽しめるような季節になってきました。ところで下野さん、前回確かね、ここ2、3ヶ月は釣れた釣れたの楽するビデオを作るぞっていうことだったんですけど、今回はどうでした？本当にもう釣り場さえ選んでしまったらね、こんだけ楽な釣りができるよっていうのを、今回は和歌山のね、郷川ダムっていうところでやってるんで、一度見てください。はい、ゆみちゃん、今日はこれとんでもない山奥へ来てますね。もう暑いです。あんね、今回はこれ郷川ダムへね、ゆみちゃんと来てるんですけども、とりあえず、ここまで来たからにはね、今日はね、これ今お昼から、今2時半なんですけどね、今から夕方までは、柔らかいものは使わへんと。もうスピニングなし、ワームなし、できたら全てトップウォーターでやりたいと。で、トップウォーターがちょっとね、根がなくなったら他のプラグを使うかもしれんけども、基本的には硬いもんで全てやってみると。ほんでどこまで釣れんやと。でね、今回実はね、ここはね、由美ちゃんのね、ふるさとらしいですよ。錦を飾れるか飾れへんか。内緒って言ったじゃないの。ゆいちゃんはね、こんな山奥でね、小学校と中学校を過ごした。そう。なんか言葉がね、和歌山弁にね、急になりそうになるから、ならん、大丈夫。みんな見てる人は分からへんかもしれんけど、とりあえず頑張ってプラグでどこまで釣れるかね。そして、みんなが言うてるように、すごいこの調子のいいダムなんか、それを確かめに行きましょう。いっぱいなんかこの魚がついてくるんです。なんかアユかなんかみたいな。オイカワかな、アユかな。ほらほら。今見た、あ、バレた。ついてるついてるついてる。まだついてるついてる。あ、大丈夫や。ついてでるついもてる。その、走ってるやつや。ついてるついてる。やったー。あー、言うでてるも、とこ出てた。またゆみちゃんにさっき聞かれた。やっぱりちっちゃいぞー。まだちっちゃいな。はーい。でもあんまり元気ないですね、ここの。元気ないですよって、ドーン当てんといてあげてくれる？ キーパーちょい切れかな。はい。でも、釣り始めてね、25分。25分トップ投げてたら、ようやく、3時、はい、3時前。ああ。でも、今の琵琶湖なんかから比べたら、この時間に琵琶湖でトップで魚が釣れるの絶対あらへんもん。はい。いや、よかったよかった。でも悔しいな。なんかこの頃、ゆいちゃんにばっかり釣られてし、先。よいしょ。はい、生き返りました。まだあそこの隅ぐらいで釣れんのちゃうか。あそこですか。向こうのもうちょい行ってから。あ、木がちょっと出てる。そうそうそう、毛の出たとこの、向こう側の。ほら、出てた、ほら。おお、俺のはゆみちゃんの引っかかっただけで。おお、負け負け。そう、そんなシャークランドもうそのままで言ったら。あ、はい。
でもなんかあんまり引かないですね。おとなしくして。おとなしい。はい。おお、来た来た。ああ。よっしゃ、あげろそのままビュンって。あげろ。よっ。よー、頑張ってやってしまった。やったー。やったー。さっきよりちょっと大きくなったぞー。ああ、人のズボン出るやったこいつ。今のはバスが悪いのかゆみちゃんが悪いのかどっちだろうな。また私が悪くなる。あ、どうしよう。すいません。ゆみちゃんはほら。しまった。僕バスだけ通の状態、僕まで通ってまいよこれ。私のせいでしょうかやっぱり。ボコッと来ました。ボコッと出た。あららら。いいな、ゆみちゃんバス持ってにっこりしてる時僕張り外してるもんな。今わざと違ったの。今人が下向いてる方だな。こういうやつじゃん。いや、そこなんか張り出しがあるみたいな。そこ。あ、来た。お、ゆみちゃんが3匹目です。ちっちゃいぞ。それはちっちゃいか。はい。ほら。お前、かやらしかやらし。でも張り出しがあるぞ言うてるところで来たな。じゃーん。じゃーん。ゆみちゃんが3匹目です。お、お、出た。出ました。音もなく出ました。ちっちゃいです。ちっちゃいです。ちっちゃいです。ガンガン負けま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 す。わ。音もなく出ました。ガンガン出ました。ああ、どっか行きました。はー、感情に入りません。ちょっとポチポチと来たよ。おー、出た。ドッボーン。すごいぞ。乗ってへん。え、あ、そうなんですか。ああ、なんだ。またゆみちゃんに怒られるし。そうです。ほら、でブンって入った。ほら、もう黙らはったし、みたいな。お、出た。お、お、大きそう。きそう。うん。そのままさを下にしていく。今日はゆみちゃんがすごいです。またあんまり引きませんね。また。バブン。お、痛い。あ、緩めたらあかんで。緩めんとさっさと巻かんと。おお、やったやった。ゆっくりゆっくり。うん。よっ。うん、さおで引っ張らんと巻いていったよ。はい。うん。今日はネットがない境に。おお、やった。うわ。おお。おお。よし、そのまま、うん、そのままゆっくり上げて、ゆっくり。うん、まだやで。はい。うん。まだまだ、まだまだ。おお。やったー、大きいぞー。やったー。久々に大きいぞ。やられました、ゆみちゃんに、またもや。これ何センチぐらいやろ。でも42、3やろ。そっか、うん、ちょっと久々に見たから大きく見える。撮ります。はい、はい、よいしょよいしょ。今のはゆうちゃんの方お手だ。うん、よしよし。ええー、なあ。そうでかいよな、なんやかん言いながら。はい、ええやつや。はい、昨日はね、着いて夕方ね、2時間半から3時間ぐらいか。うん、そんなもんですね。やって、なんとね、ゆみちゃんは4匹、それも40アップ含めのね、それをトップで出して、僕は0。またトップの勝負は僕が負けて、もううるさいうるさい。もう、なんか言いましたっけ？もう私が一番偉い言うてはりますし。はい、で今日はね、これから午前中、午前中今からできるのが5時間ぐらいかな、それで、またあのトップから釣りを始めてね、ちょっと硬いルアーで、押し切れる間は1回それでやってみます。またゆみちゃん、今日もゆみちゃんのもんですか。そのつもりです。なんか髪の毛がこんななんてゲゲの鬼太郎みたいになってはるけど。なんかあのここは自分のこの地元やから私は強い言うてはりますし。はい、味方です。うん、頑張って。はい、
まああの硬いもんままで終われたらね、はい、うん、柔らかいの使わんとそのまままた40アップが出せたらええなって思いながら頑張ってみます、はい、ダムに来たらね、ああいうあのなんていうかな、部位があるでしょ、ああいう部位に夏場は魚がねサスペンドしよんねん、それもええやつが、ギリギリじゃないよ、部位がここにあったらここからタラ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 って話すんちごて、ちょっとしばらくそのネギでやって待ってやって待って、ほんでちょっと大きいきたらタラタラって引いてきたりし、はい、この何もないとこにはほら魚がそう出てけへんから、はい、部位の近くでずっと隠れてんのが見に来るまでの時間を持たなあかんし、はい、だからちょっと前前ないで出てくれ、ほら来た、やったやった、ほらでかでかほら、そこでなんか沈んだ時に来た、うん、やったまだ一番や、ほら僕の前ほら、あしまった、あそう、よしよし、あそうです、このまま上げます、大きい大きい、上げられるか、はい、よっしゃ、ほら、朝一一投目やりました、ヨミちゃんの一投目、それからね、結構みんなほらダムサイダムサイドとかバックウォーターの方とか走るやん、はい、しかしここを僕いつ来ても水を押すとこですね、うん、ほらボあそこボート乗り場やろ、はい、それから1日ここから動かんでも釣れねえで、ほんまは僕の大好きな場所、夏の本当に当たり前のパターン、はい、これ一番深いとこ、もう深いとこな、はい、はい、すいません、ああよかったよかった、うん、はい、大丈夫です、またもやゆめちゃんに先行されました、ほらもう仕上がら、ほらほっといても勝手に食っとる、ほらほんとや、まめさんですルアー投げてほっといてゆめちゃんのボートの位置を決めてあげようとか思ってエレキ触ってたら勝手に釣るおお出た出た、あバラしちゃった、ゆみちゃんは思い切り合わせてはりますもここからやっちゃう、あ、しょうび、おまかせ、きた、お、あ、出た、出ました出ましたあ、今度はちょっと変わらしな、はい、それはもうそのピョンって向こう向いてピュッて前から抜いたい、もうちょい短さなの、あもうちょっとお出た、あゆみちゃん、あゆみちゃん連発です、あが出ましたなんて言わない、何もしてなかったのに勝手に来てくれた、勝手に来てくれた、あ勝手に来てくれた、え3匹目今日は、はい、ええー、なあ、どやー、やっぱ故郷のバスはええな、あっちょっと、あほら、あっ、おすごい、一投目できた、さしあの何ていうの普通に抜粋したら釣れるはい、2日目後半ね、ここからはね、次の日のトーナメントのために、ワームの釣りの反応を試してみました、ほら来た、ほらランカピー、あ来た、ランカピー、ワームに変えたら、あ違うんだこれ、違うか、かりや、ワームに変えたらアホでも釣れる、私も来たと思ったのにこういうところでも立ち木のところ狙った方がいいんですね、うん、これが、はい、今なんでここで釣りしてるんだろうな、はい、ゴーガーダム行ったのにな、一回も立ち木のとこが映らへんかったとか言って、あ思われるやろやっぱりダム来たらみんな立ち木って思われるやん、うん、うん、今これアイソアイソアイソ景色がダムらしいしアイソアイソで釣れたらラッキー。
あの立ち木でも、あの立ち木のある場所によるけどな。あ、そうなんですか。うん、私ほら今日ら来てんのこれもう真夏やからな。うん、私ここがある程度もうちょい深さがあって水が当たってるとかな、そういうエリアの立ち木やったら大きい木にサスペンドしてるかもしれんけど、うん、立ち木見たらすぐ投げたくなりそうですけど。そうそう。あ、やった。お、あれ、いや魚、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 魚。おお、いや何回か来てたのに。また由美ちゃんに先行されるのけ。ええやっちゃうけ。ゆっくり引きゃ。はい、よし、そっち回す、回す。お、やっちゃう、ゆみちゃん、ゆっくり行け。こっち回す、ゆっくり回す。お願いだと回る。わ、大丈夫大丈夫、そのままゆっくり。うわ、船の下や。大丈夫大丈夫。あ、起きないですよ。いいやつ、いいやつ、ほら。キュー、へへー。あ、まだ出た。へへーが出た。ゆみちゃんのへへーの出る時、俺ろくな日やない。ろくな日って。入れてて。僕は今日はもう。うわ、はや、うわ。それが V の下でサスペンドしたのが。はあ、ちょっとじゃあ投げさせていただきます。言えるか。はい、はっ、でかいわ。うわ、とんでもないやつわ。よい、ゆみちゃんちょっとどいて。明日の魚やで、これは。しゃ、あー、今日昨日からもずっと今回一番。50ちょっと切れてる程度。すごい。やっぱ綺麗にサスペンドしてるわ。よく。よいしょ、ほら。わあ、大きいぞ。最後には負けてしまうんだな。やっぱもう上がろうかいう時に釣れるな。これ重さはあるよ。これね、ここのバス面白いのは、ここの肉の厚さ、ここの肉の厚さはあるけど腹へ来てないよね。琵琶湖のバスやったらこの形でこれオスやからもっとゲソゲソやけど、身が、琵琶湖のバスってもっと身がないね。ここのバスは食うもんちゃんと食ってるから身はあるけど、ほらオスのも腹ベコベコ。これがもっとこう来けへんかったらあかんねんけどな、うん、これでちゃんと太ってきよったらええ形のバスやで。ここのバス綺麗やし、ほら 傷が第一一個もあらへん。誰も釣ってへんバスや、はい、ほらヒレも全部どこも傷ない。うん、私毎年来ててボート屋さんの周りいうかこの見える範囲がやっぱり一番ええねって。初めて今回全部奥まで行ったけど夏場はもうバコダまで行って水のええ時はな、ええけど。向井さんと中村さん来てない、うん、もうね、今みんなほらすごいね、これ蜘蛛の子を散らすのこれね、はい、もうみんな気合い入れてスタートしはりました。今日ゴーガーでね、ベイマル長さんのトーナメントが始まったんですけども、僕らはね1日目2日目ってね、ゴーガーでトップで遊んで、でまあ昨日2日目の終わりにちょっと、ワームでチェックを入れといて今からトーナメントに参加するんですけども、ユミちゃんはねもうトップでね3本バンバンっつって、私の優勝やー言うて、昨日からはもう鼻息荒いしね。ほんで僕は今日1日ね、トーナメントの釣り、それをゴーガーで一回やってみたいと思うんで、結果がどうなるか。ゆみちゃん頑張ってよ。任せてください。もう私のもんや言うてはります。来た。お、やったやった。あ、負け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 、ちっちゃい水面を張ってきてるじゃないか。おお、やった、ゆみちゃんの一匹目。一匹目かわいい。ゆみちゃんここ入れもんやしな。はい、やった、ゆみちゃんのトーナメント一匹目です。もう一回、起きて。あ、豆豆だ。
豆がいらん。豆はゆみちゃんで。豆ゆみちゃん。お、来たよ。来た。お、来た。来た。あ、今のなんか当たりが全然なかった。終わり？はい。ええやつか？いや、そんな。やったもう、また私のちっちゃい小バッチ。よいしょ。ゆみちゃん小バッチ。あ、すいません、足の上。ありがとう。ゆみちゃん、絶対このカメラ線の下釣れるで。今カメラ線が岸にぴったり張り付いてる、その下。その下。誰が何を言うても、ここで40センチが釣れんねん。絶対ですか？絶対、もう絶対保証。もしここで釣れへんかったらね、知らん。はい、これはね、もうトーナメントの状況になると、もうこのスタート地点の近くっていうのはね、先にもうみんな人がこう、釣れる魚が釣ってしまってるよね。ほんでちょうどこの時間帯になったらね、もうみんなが釣れへんって言い出す時間帯。こういう時にね、これ真夏のダム湖で本当基本的なパターンなんですけども、ボディーウォーターって言ってね、本当のそのダムの、メインになるところ、そこに近いね、岬の岩場なんかに、その深いところでね、バスが夏場はね固まるんですよね。でその固まったバスが、時間に、ね、なったらある程度の深さまで餌を取りに上がってくる、そういう景色っていうのがあるんですよね。だからだいたいここのゴーガーの場合やったら、15メーターぐらいのラインで、集まってた魚が、8メーターぐらいへ餌を取りに上がってくるっていう、その場所、そこへ入って、待ってたらね、こうやって実際カメラ線を岸に置いて、そういう状況の中でも釣ってるのがね、8メーターへ深い方から上がってくるバスだから、こういう形で簡単に釣ることが、可能なんです。もっと行って体力を作ったんが勝因やね。でも今9時半やから、もっと大きい魚は絶対11時ぐらいやて、こういうエリアに上がってくるの。あら、今持って走りよったよ、ゆみちゃん。そう、ほら、いや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 ー、おー、オッケー。あ、ゆみちゃん、もう倍掛けですわ。おー、ほら、カメラ線のボートの下やで、ほら。よいしょ。ゆみちゃん、倍掛けですわ。しもさん、3匹揃いましたね。ね、あー、全然沈んでない。あ、来た。どうして下野さんばっかり。おあ、ゆうちゃん、入れ替え。ひゃ、入れ替えや。ああ、違うから出てきた。ゆうちゃん、こんなバスいらんわ、ほら。ゆみちゃんとこ入れていただけたらよかったな。だからちゃんとここやったら、ほんま8メーターか10メーターぐらいのとこまでジグヘッドが追ってたら勝手に食いよるみたいな。はい、ここだよ。よし、来た。ほらほら、あ、大きい。でかい。おいし、時間です。ゆみちゃん、ちょっと巻き上げて。はい。巻きます。
ほいしょ。えっ。ほうほう。あ、おきおき、わあ。ほう。わあ、また綺麗なやつが釣れた。はい、夏のもう一つの代表的なパターンがね、こうやってすごく深い場所なんですけども、上にね、なんか浮いてるものがある場合、夏のバス、特に日中になればなるほどね、こういう物陰にサスペンドするんですよね。これ下はね、30メーター、40メーターあるんですけどもね、それはもうバスにとっては関係ないんですよね。ほんでちょっと人が近づいたら下へスーッと下がって隠れたりとかしてるんですけども、まだ人の気配がなくなるとこういう浮いてるものの陰で、サスペンドすると、それから真夏ね、こういうダムで深いところにある浮いてるものっていうのを、狙うっていうのはね、本当基本的なパターンの一つになります。今回のトーナメントではね、深いところから上がってくるバス、そしてこういう形で、浮いてるものについてるバス、この2つの夏の代表的な釣り方で、魚を釣っていきました。リミちゃんリミット。あ、すいません。いや、どうするのこれ。逃がそう。ここに。こっちに逃がそう。あれ？これ入れた？はい。なんか。うん。あ、大丈夫ですね。すいません。やったぞ、ユミちゃんリミットで。ああ、リミット。おや。保険で。リミット。ユミちゃんがリミットです。お茶目なリミットで。え、ちょっと機嫌ようになってきた？いえ。まだ？はい。その売り場の兄ちゃん変わった。あ、来た来た。入れ替えかな？いえ、全然。今だってもう見えてましたもん。ほんまに？よっ。ちっちゃいやつよりどうやろう。さっきの。ユミちゃんの入れ替えし。さっきのやつと。どっちが大きいですか。え、それは自分で入れ替えしてな、自分の判断や。大きいわ、その一番隅がちっちゃい。これね、一番隅。え、これですか。そうこれがちっちゃいですか。うん、君や、君や、君逃げれるんやぞ。うん、よっしゃ。入れ替えできたやんけ。 3.5g の入れ替え。よっしゃ、ゆっくり行くよ。 OK、 飛び寄んぞ、飛び寄んぞ。そう、上げたら、負け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 。なんか、ちっちゃそう、うん、またちっちゃそうか。そんなことないやろ。お、OK、OK、ほらほら。あ、OK、OK、ほら、いいんだ。あ、よかった、よかった。お嬢さんのおかげだ。ゆっくり行け、ゆっくり。バランスされるわよ。ゆっくり巻いたよ、ゆっくり巻いた。ドラッグはちゃんと効いたから。はい、うん、ゆっくり巻いたよ、さっさと。うん、あれ、待っといて。おいで。ほら、ほら。あ、ありがとうございます。入った、入った。よかった。250。あ、それで680しかないか。ちゅうことは1800や。680630。残念です。520。あ、500じゃない。マネージャーずっとそこに立っててもらえますか。はい、撮ります。いや、ね、映像を見てね、十数年前の池原ダム、うん、頃僕ら一緒に行ってて、楽勝してた時ね、うん、誰が何投げても釣れてたやつね。結構懐かしいなと思っていて。そうそう、でもね、うん、ああいうとこもまだあるんですよ、うん、あれ全国探したらもっとありますよ。だから本当に意味じゃない、あれね、1日目のお昼からと、ほんで2日目の朝から、はい、あれもうボート乗り場から、うん、僕言ってたもんね、何も考えんで投げてたらええにゃみたいな、うん、ほんで、ゆみちゃんがあんだけね。そうですよ。私なんかサミーだけもうずっと
くるっとにガーって投げてたらね、あんだけ釣れた。いやっていうほど釣れてましたよね。もう見てるだけで私でもなんかもう釣れそうな気分になってきて、あの、カメラさんが行って、ゆみちゃんの代わりに投げてても釣れるよ。うんうん、釣れますか、うん、あの、ただほら、曲げてさえ投げてたら、それに食ってくるやつ釣ってるだけやから、うん、あのダムはね、まだまだあの、なんちゅうの、あの、魚の量が多いから、はい、あの、食ってくる、勝手に食ってくるっていう魚が多いねんね。だからあの、バースがなかなか釣れへんっていう人はああいうとこへね、うん、行ったらええし、ほんで、あの場所のね、すごいあの、面白いのが、あの、3日目トーナメントで、ほら、あの、みんなが先に出張ってから僕ら近場をもう一回また釣るっていうことをしたでしょ、あの時にはね、先に出た人がもう、みんな、あの、先に出るバースは釣ってしもてる。ほんで、そっから、こう、トーナメントの湖らしいなって、こう、深いとこから上がってくるとか、そこからなんかにサスペンドしてるか、とかね、うん、今度は頭使うことを試してみたらああやって結果が出る、うん、だからあの2つのことが楽しめるし、あの実際まああんだけ楽なとこいうのはね、うん、あの本当結構ね、あの遠いとこからも来たかったから、関東とかね、ナンバーあの多かったでしょ、うん、ほんであの僕らはね、しばらくは本当にこれ楽な釣りをね、やっていこうと思ってるんですけども、その分吉住君に、しんどい目を刺そうとということでね、あのこれから秋の琵琶湖、はい、うん、釣りにくいんですけど、どう攻めたらええかいうのやって思ってるんですけど、あの結果的にはまあ少し納得いく結果にはなったんですけどね、はい、本来なら大半の魚はウィードエリアの方に、はい、まだついてるんですけどね、ちょっと先行したパターンで、少し深いところ、はい、6、7メーターのところを、ジグヘ、ラバージグですね、はい、ラバージグとヘビーキャロライナでこう食わせるリアクションで食わせるっていう、うん、さっきちょっと下がったやつね、そうですね、うん、先頭切って深みに入ってるやつを釣ってきましたんで、はい、一度見てください。今日はですね、夏の終わりっていうかね、まあ秋の始まりっていうか、まあちょっと先行したパターンをやってみたいと思いますが、ここはディープホールですね。あのほら、お鍋みたいなのがくるくる回ってるね。あれ深い、浚渫した穴ですね。浚渫した穴の底の方の水がこう循環しないから、あれで風力でなんかこう循環させてるらしいですけど、効果があるかどうかは僕は知りません。とりあえず風も結構あるんでね、深いところの魚、秋特有のね、深みに移動した、大きめの深みに移動した魚を取りたいと思うんだけども、まあ、今までちょっと夏の頃っていうのはジグヘッドとか、スプリットショット、キャロライナっていう割と軽めのものでスローに食わしてきてたんやけども、秋特有のまあその割とボトムでのリアクションっていうんですかね、そこでの速い動きに対して反応がある場合、またこういう風の強い時とかね、こういうフットボール、これ4分の3オンスなんですが、フットボールジグですね、これに非常に反応が良かったり、もしくはこういったヘビーキャロライナ、結構重めの重りがついてますね、うん、これに、今日はねスラッグ号はね、スラッグ号の4インチ、それに40のフック、オフセットの40、ガマカツのオフセットの40ね、これをセットした二通りで釣ってみたいと思います。まずあのフットボールでやってみてイージーに釣れるようやったらいいんやけども、それよりか少し、スローな釣りが必要な時はこっちのヘビーキャロライナに切り替えていきますね。とりあえず4分の3で始めるけど、2分の1、4分の3、2分の1、まあこれをちょっと使い分けてみたいと思うんやけど、それでもちょっと食いが悪いなっていう時はこちら側ですね。まあ、いずれも今日みたいこういう風の強い日、非常に使いやすいルアーですの で、また風が強くて、深いところですね、軽いリグがもうほとんどこの風やったら不可能、いつも使う16分の1、8分の3っていうのは不可能な風の吹き方やから、まあ、どっちみちこれかこっちで釣るしかないんですけども、まあ秋らしい感じでね、ディープホール、横浜ディープホールね、浜大津の横っていう意味ね、浜大津の横の深い穴っていう意味やねんけど、そっちに見えてるね、人工島、ヤバス人工島ですね、あの人工島を作るのにね、ここの土砂っていうか砂をね掘って、向こうを埋め立てて人工の島を作ったっていう感じだから、ものすごい面積で大きい穴が開いてるんですよね。でその穴のショルダー
ていうかそのブレイクですね、かなり浚渫で人工的に掘ったもんですから急な急激にあの深くなってて急な駆け上がりになってるわけなんだけども、まあいかどんだけ急かっていうのはね、結局水をああいう機械で攪拌しないと底の水が死んでしまうほど急激な駆け上がりらしいですよね。ですから、魚探で見てもかなり急斜面になってるから、その急斜面のどっか水質のいいどこかにサスペンドしてるっていう感じやから、そのサスペンドしてる位置とそれから、まあ、深さですね、ある深さのところのもうちょっと底を切ったところにいるっていう、そういうところを早めに見つけ出すっていうのがあのコツになると思うんで、一度やってみます。かなり浮いたところで食ってきたな。そこからちょっと切ったとかね、ちょっとかわいいか。よしよし、わかったわかったわかった。来た来た来た。よしよし、持った。多分いい方やと思うよ。ラバージグでね、あ、バレたバレた、あ、ついてるついてる、よかった。うら、言い方言い方、あ、ラインが、おお、ちょっとちょっと抜き上げるよ。はい、うら、ドーンって、ははは、響きやろな。ラバージグでちょっと底切ったところでバイトがあったから、そうかなと思ってやってみたらね、響きやろないのに変えて、ちょっとジグの4分の3で動きが早すぎるかなっていう感じね。で、2分の1では底が取りにくいような深さやったから、響きやろにして、リーダーをちょっと長い目、1メーターぐらいにして、やれば速攻当たりがあったね。嬉しいな。かなり急なショルダーがあって、そのショルダーの下の深い方でかけてしね。で、ボートポジションが浅いんですよ。内側がね。浅い方、3メーター切ってね、2.6 ぐらいかな。それで、実際狙って魚のバイトがありそうなところが8メーターから10メーターぐらいやと思ってね、やってんだけど、実際魚かけてからあれ、この仕掛け作ってね、まだ2頭ぐらいしかしてない状態で魚がかかって、なんかすごく根ずれを起こしてるからね、かなりこう急に落ちてるドロップしてるところの深い方でかけてるもんやから、ショルダーで擦れて結構ラインがズタズタの状態で、リーダーの部分が擦れてるとかそんなレベルじゃないね。シンカーよりそれね、今傷が入ってたのが 2,3 メーター手前の方やったから、かなり急な角度で追ってるところの角っこに、糸が擦れながらこっちへ来てるっていう感じかな。魚をかけた時にね、フロロカーボンやったらまあ大丈夫やし、今本当本来ならこれ結び替えが必要なんやけどな。ちょっと一発目やって、一匹杭が立つとあと連動することがあるんでね、ちょっとそのリグってる時間が惜しかったからとりあえず投げてみてますけど、もう2、3としたら結び替えをしますね。あっ、あっ、すっぽ抜け、ちょっと焦ったな。ですね、あなたで、ね、ほら
新しいのに変えたとこやけどね。もうちょっと待たながらね、ヘビキャロ特有の合わせっていうんかな。しちゃった。ちょうだ、ごめん。よし、乗った。今のタイミングやね。ちょっと軽いな、魚が。けど、もう飛んだ。さあ、ラバージグやジグヘッドの方にこう上顎にかけるのは難しいね。だいたい下か横ぐらいになってしまうな。やっぱり進化のせいやと思うね、これは。魚やな、これ。ちゃうか。魚や。よしよし。ふーっとこっちが向かってきたやつ、魚やな、これ。よしよし、来たよ。ほら、あ、すっぽ抜け。わかんないけどな。ディープホールの方がね、もう一つやったんと、それがまあ風がちょっと強くなりすぎたんでね、この浜ですね、この浜の同じ場所、同じパターンですね、そちらに戻ってきました。戻ってきたよりやってみますね。よいしょ。今はもう魚ウイドについてるか、それともそのかなり深いドロップですね、そのどちらかに分かれるんやけども、今日はもうウイドの魚を無視しての深みにいる魚ね、それだけを狙っていこうとしてるんやけど、チゴだかな。切れたな、これ。切られたな。ラインブレイクですな。ちょっと早合わせ気味になりすぎるっていうかね、気持ちでは分かってんやけどね、ちょっとバイト数が少ないもんやから焦りが出てしまうっていうか、つい当たったらこう落ち着いて軽くラインを張って魚がクン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 とこう反転するまで待てへんでね、もう反転したと思ってプッと合わせてしまうと、キャロライナ特有のすっぽ抜けるやつね。で特にヘビキャロやから普通のキャロよりもかかりが悪いし、でセルフイドレスで針先を沈めてますからね、
おそらくこれ当たってる時のルアーもすっぽり口の中入ってると思うよね。ただシンカーが重くて底にある分、急激な合わせを入れたり早合わせをすると、魚がねこっち向いてる時に合わせを入れてしまうと、下もしくは下方向やね、魚の口よりも下の方向、もしくは、それより水平より下ねにしか引かれないからね。ということは針掛かりは悪くなるようでね、角度的に上ね、この人間側、自分の 方向のにフックアップしていく、フックアップっていうか、うん、フッキングするできれば上顎にかけることができるんやけども、なかなか上顎にかからへんっていうのはやっぱりちょっとこのヘビキャロの難しいとこやね。だから合わそう合わそうっていう意識、これがいかんやと思うんやけど、とりあえず来たら送り込むんじゃなしに、テキサスのようにねこうスラッグを出して送り込むんじゃなしに、トントンと当たったその状態でテンションをかけながら魚の動きに合わせてクン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 と引いていけば、送りながらスラッグを取ってスイープに合わす。それがないようやったら軽く張り続けて待つということやね。分かってんだけどね、どうしても焦りが出てしまってクンクンと反応があったらもうすぐに言うと 焦りが出てね、合わせてしまうっていうの、それでスポ抜けしてるんやと思う。一番大事なことだね、ヘビキャロで早合わせ禁物やし、送り込むんでもなく軽く針を与えてテンションを軽くかけながら魚の動きに合わせて待つっていうか、しっかり食い込むまで待つ。食い込んではいるんやけども、魚の向きが変わるまで待つね、自分より反対方向に食い食い食いと動き始めるまで待つっていうね。だショートバイトの魚はこのヘビキャロでは取りづらい。むしろこのルアー加えた時っていうのは割と一瞬でパクッと口の奥に入ってるから、うん、あまりこう合わせに敏感になることはないんだけどね。でもその敏感になることはないんだけど、当たりがあればそこで次の段階ね、食い込んでフックアップするまでの状態に持っていくのが難しい。クンと当たったらそこでふっとこう待つ、構える待っていうことでね、それがなかなかできひんからすっぽ抜けが多い。今日は結構失敗多いです。ドア魚やな。よっ、乗った乗った乗ったけど可愛いな。ちょっと肩良さそうやな。ゆっくり向こうへ持っていくまで待ったしな。深いからね、ちょっと分からへん。最初重かったりして、途中から軽なるとか、最初軽くて、あ、これは大きいよ、悪くない。ほら、うー、ええ方ええ方、死ぬいでまう、うー、よっ、おら、よいしょ、おる。ね、やっぱ深いところにいる。うん。ミスバイトが多いからな、今回。これ今度送り込むと、ちょっと飲まれ気味になるけど、エラーの方から回して、うまくやってやれば大丈夫やからね。
よいしょ。おい、ほら、取れた。はい、おかえり。それ。仕返ししてきた。ちょっと。当たりがあったら、そこでこう待つわけやから、その瞬発的な、合わせっていうね、に対してこう気を使うことはないわけですよね。ツンツンと当たって魚の気配感じたら軽く張って待つっていうこと。そのための準備っていうかね、それに神経使うから結局一緒やねんね。結構集中力いりますよ。集中力とかテンションが上がってるからこそ、このいざね、少ないバイト数の中でいざバイトがあった時にうまく体が動かないっていうのが本音ですよ。ツンツンとかクンクンとか来た時にふっとこう構えて軽く合わせの準備にかかり、魚の向きをうまくコントロールしてるっていうかな。あんまり厳密なことは言い切れへんけどね、イメージとしてね。結構釣りの世界で何でもこう釣れたら言い切ってしまう人多いけど、そういうもんとちゃうと思うから、イメージ、あくまでイメージね。よし、乗った。これは小さいかな。今のこの魚は簡単やったね。一気に反転したからかわいい。これは簡単やったけど、かわいすぎるな。それほら、絶対口の横でしょ、かかんのがね。大抵の場合ね、うまくいってもね、上あごにかかるっていうのはまあ珍しいぐらいですよ。だからキャロライナー特有のね、かかり方で。だからできるだけ、さっきから同じこと言うやけど、魚をね、自分と反対の方向にグッと走らせて、それからスイープに合わすというのが率の高い、フッキングになりますよね。そうも言うてられへん状況があったとしたら、それはそれなりにその時の釣れる方法で対応しんとダメなんやけど、まあ、一般的にはそうやと思う。よし、だいぶ粘ったけど今日はこれぐらいにしとこうか。いやー、あれラバージグにヘビキャロ、ええ、秋らしい釣りやね、あれね。そうだね、うん、ああいうのがまあ言うたら今見てくれたはって、これからが本当に本番やね。そうですね、はい、もう少しこのビデオが出てもうちょっと後の10月後半ぐらいですよね、はい、で実際もう少しワームが全体に大きくなるような、はいはい、感じがしますけど、ね、こうワームサイズでかいやつでこうずるっと持っていかしたりとかね。そうですね、うん、でもね、今年はね、琵琶湖の場合、僕の感覚ではね、ちょっと秋くんの方が早いいう感じで、うん、もう今現在で僕、ラバージグでビシバシ行ってるもんね。秋宣言したからね。秋宣言したからね。今年の秋は長いですよ、本当にね。ほんで、あとね、僕はもう、これからしばらくはね、楽勝撮影を、うん、宣言してるんで、ゆみちゃんとね、ちょっともう、人のいい日とこ、突き詰めていったら外国いうことになって、お隣の韓国へねちょっと行ってくるんで、また期待しててください。はい、ほんであと四隅くんに難しいやつを任せて先にアイテムね、ビッグバスのシリーズですね、はいはい、リミットサイズが今回55っていう、うん、課題をいただいたんで、ちょっときつね、うん、ちょっときつい感じで、うん、もう苦労してますけども、はい、なかなかいい絵が撮れてますんで、もう少し、待ってください。はい、これからもね、僕らは、皆さんに楽しんでいただけるね、その映像を、撮り続けたいと思ってるんで、期待していてください。はい、それでは次号でまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。